Okay, hello guys, welcome back with Madene. So, into the chapter 2. We need to find a clue. We need to find a clue to... Banish? No, no. Not now. We need to find a clue. Spirit internment. Okay. So I got it. Spirit internment. Okay. 場所は壮麗魔界っす。かつては古豪と呼ばれた魔王ギースが支配する魔界っす。他のプリニーたちから聞いたんすけど、そこにはロストの魔将軍もいるそうっす。魔将軍ですって間違いないんでしょうね。情報の真偽までは不明っす。俺の役目は皆様を安全に現地まで運ぶことだけっすから。役に立たないプリニーですわね。別にいいじゃないか。本当だろうが嘘だろうがやることは一つ、超絶ぶっ倒す、それだけだ。それにしても魔将軍とはな、腕が鳴るぜ。相変わらずの単細胞ですわね。ロストの魔将軍といえば魔王を狩る者たちとして恐れられるほどの実力者揃い。作戦もなしに戦いを挑めばたちまち全滅してしまいますわよ。ね、キリア様。キリア様、作戦なんかいらねえってか。いいね、超絶ノリノリじゃねえか。この世界の全ての男は私にひざまずく宿命にあるはずなのに、勝手な行動ばかりして。今に見てらっしゃい、キリア。必ずあなたをこのセラフィーヌの足元にひざまずかせて差し上げますわ。Yeah, basically every Disgaea game is a romance story. So, yeah, we finished this. So, it's 5 stages per chapter. Okay. Let's go. Oh, I forgot to equip Red Magnus. この地に魔将軍がいるという情報はあながち間違いではなさそうだな。こんなの大したことねえよ。俺様が本気を出せば魔将軍なんざ超絶ひとひねりさ。なんてったって俺様はボイドダークの野郎をぶっ倒して最強魔王になる男なんだからな。やけに最強魔王にこだわっているようですけど、何か特別な理由でもございますの？別に魔界に生を受けた男なら最強を目指して当然だろ。最強魔王か。Again, who's that girl? Is that Flon?キリア様、どうかなさいましたの？いや、なんでもない。少し昔を思い出しただけだ。見つけたぞ、反逆者どもめ。反逆者？なんだそりゃ。俺様は錯乱の魔王レッドマグナスってんだ。しっかり頭に叩き込んどけ。賞金首のレッドマグナスか。貴様も反逆者の一味だと聞いている。この場で一網打尽にしてくれる。一網打尽ですって。雑魚のくせに生意気な。あなた方こそ飛んで火にいるモスマンですわ。絢爛魔界の魔王セラフィーヌのしもべ A と B がお命頂戴します。 OK そのしもべ A と B というのはもしかして俺たちのことか？我らロストと正面切って戦う気か？とても正気とは思えんな。我々は魔将軍から授かった魔力によって肉体の限界を超える力を得ているのだ。貴様らなどゴミ虫同然。それ以上口を開くのはやめておけ。後で恥をかくだけだぞ。カッカッカー違いねえな。キリア様ったら挑発がお上手ですかと。服従かしか選ばせるまでもない。貴様らはこの場で死刑だ。 OK It's he's here。 守備よく衝突してくれましたね。僕の千里眼のリチェルカであなたたちの能力をしっかりと見定めさせてもらいますよ。スイッチオン、ジオエフェクト発動。 Oh, Geo Effect. So this is another tutorial of Geo Effect, another fundamental feature in this game, which make this guy really tactical. なんだそれ、食えるのか？食え。お前たち本当にそれでも魔王なのか？あらかじめ仕掛けておいたジオエフェクト、この程度は軽くクリアしてもらわないと困りますよ。それにしてもあんな低俗な連中を利用しなければならないと。それもこれもすべて僕を陥れた奴らのせいです。必ず復讐してやります。必ずね。I mean, he looks like a celestial, but I don't know. I forgot the name. Okay, let's go. The tutorial is important for Geo Effects. ジオエフェクトについて説明するぞ。It's quite simple, yet it's hard to master. Let's watch it. チュートリアル。ジオエフェクト。戦闘において最も戦術的な思考を要するのがこのジオエフェクトだ。This is the first place to farm. まずはマップ上にある色のついたパネル、ジオパネルに注目するんだ。画面上に青パネル、敵強化プラス 50% と表示されているのが確認できるだろう。Mm-hmm. これは青パネル上に敵が乗っていると敵の攻撃力、防御力などが 50% 上昇するという意味だ。敵だけが強化されるなんてずるくありませんこと？そうか？未来の最強魔王としちゃそれぐらいのハンデは当然だぜ。超絶ドーンと来やがれってんだ。頼もしいことだが正面からぶつかるだけが全てじゃない。時には頭を使って切り抜けることも重要だ。これを見ろ。こいつがジオエフェクトの発生源になっている、yep. ジオシンボルだ。緑変化、これはどういう意味ですの？緑変化のジオシンボルを破壊すると今は青色のジオパネルが緑色へと変化する。 That's basically how the geo works. 変化するとどうなるんだ？ The effect. 色が変化するときにパネル上にいる敵キャラ、味方キャラ、他のジオシンボルにダメージを与えるという効果が発生する。それではジオシンボルを破壊するときは味方キャラがいないときを狙うのが得策ということですわね。そういうことだ。レッドマグナス、あのジオシンボルを破壊してくれ。オッケー。おっしゃー。おっしゃー。破壊なら俺様に任せろ。任せろ。俺に任せろ。超絶暴れてやるぜ。Oh, he's using an axe. カッツ今のは違うんだぜ。俺様としたことが超絶ちょっぴり油断しただけなんだ。Well. 仮にも魔王ともあろうものが情けない。破壊だけが取り柄の筋肉バカが破壊に失敗したら何も残りませんわよ。ゲネネ。ゲネネ。行きますわよ。マカロン。痛い。いったー。せーらてめえ。俺様がいると分かっててわざとやりやがったな。何のことかしら。ジオエフェクトは何も悪いことばかりではない。味方にとって有利になる効果のものもある。これを見ろ。これはもしかしてこのパネル上にいる敵を倒すと経験値が通常より多くもらえるのかしら。その通り、正解だ。ジオシンボル、ジオパネルを利用したジオエフェクトの効果は使い方次第で戦況を有利にも不利にも変える。ジオエフェクトはこれからも重要な戦術になるだろう。今のうちに練習しておくといい。 Okay, so that's the basic of Geo effects in every Disgaea game. So this one is changed to green and this one is changed to yellow. I'm gonna demonstrate for you. So I can do this. It's 38, yeah, I can. And then let's use her. Oh no, it's not enough. Not attack. Fire. Yep. And then you're supposed to let this into yellow because everything is XP plus 50%. But let's try to destroy it, okay? Yeah, okay. Okay, so watch this. It's gonna make a combo. First, all turn to green. Second, all turn to yellow. And then everything is gone. Boom! See that? That's what I'm talking about before. So you get all of the reward, which is good. I can have star. Ooh. Good skill. Now let's go. Oh, it's too far. Let's finish it all at once. 腹が減ってはなんとやら。かかってきやがれ。私についてきなさい。ほら、私当てますわよ。And then boom. We finished the stage. This is one of the farming spot. See? Although now you cannot fill the money quite much, but it's good place to get all of the bonus list. And we got new skill now. Let's go. You earn a trophy. We have a winner. Of course. 何をしているんだ。何って見ての通りロケット花火の系だ。What? ロケット花火？お前いつもこんなことをしているのか。当たり前だろ。ちゃんととどめを刺す。それが悪魔の礼儀ってもんさ。俺様に逆らう生意気な子分たちにもよくこうやってお仕置きしたもんだぜ。まあ近いうちに最強魔王になる男としちゃこのくらい超絶当然のことさ。お前一体どんな最強魔王になるつもりなんだ。こんなアホが最強魔王になったら宇宙は破滅ですわね。やめろ。我々は上からの命令に従っただけなんだ。Wait, there's Britney? 命乞いならお前たちがこれまで泣かしてきた連中にするんだな。さあ宇宙の果てまで超絶ド派手に飛んでいきやがれ。ブラストオフ。花火。まあ綺麗ですこと。なんだか危険な連中のようですね。本当に利用していいものか心配になってきました。出世コースまっしぐらの予定だった僕がこんな危険な賭けをしなくちゃならないなんて全く馬鹿げています。どうせ犯人は僕の才能に嫉妬した無能な奴らに決まっていますが、この怒りどうしてくれましょう。絶対に犯人を見つけ出して復讐してやります。おフォンやっほー。クリストちゃん元気してる。ああ、いつクリスト。いや何の用ですか。あらら、なんだかご機嫌斜めみたいだけど気に入らないことでもあった？ええ、僕が裏切り者扱いされたことも同僚たちに罠にはめられたことも何もかもが気に入りませんね。ついでに言わせていただくと、あなたみたいなお調子者の上司しか頼れるものがないのも気に入りません。お調子者だなんて傷つくな。僕は心底君の身を案じているんだよ。そういう発言が信用ならないんですよ。で、何の用ですか。新しい情報でも入ったんですか。ちょっと暇だったから電話してみただけ。What? どいつもこいつもバカばっかりだ。Okay, so that concludes Chapter 2.Episode 1. どうしたのキリア。What the? おー、no. I mean, yes. Okay, of course. Okay. That's good. Yes, beautiful. Yeah, so that's how you get much money in this game. Also, there's another one later, but yeah, that's good to know for now. Brownie muscle, good. Okay, so that's that, and thank you guys for watching. Please leave a like and subscribe, that helps me a lot. And until the next video with Marende, high five. Oh no, not this one. Why did I press that?